日本三重県南室郡三浜町あたわあたわは、三重県南室郡三浜町の大あざ。郵便番号は519-5204。国勢調査に基づく2015年10月1日、現在の人口は2761人。2010年10月1日、現在の面積は10.877990平方キロメートル。吉田茂木によると、 あたわの語源は、足しおりで、山陸のくぼ地を意味するという。三浜町の中心地であり、みかんなど柑橘類の栽培が盛んな農業地帯でもある。三浜町南部に位置し、東側は熊野灘に面する。沿岸部には七里三浜が広がる。地区の中央を卸川が蛇行しながら、東へ流れ、熊野灘に達する。あたわの中心集落は、 おろし川沿いの平地に立地する。北は上市、上一目下一里、南は、南室郡気宝町井だ。西は、気宝町、井内、三浜町引作、三浜町、柿原、三浜町中立と接する。町立の小中学校に通学する場合、あた全域が、あたは小学校、あたは中学校の学区となる。あたは小学校、 阿タワ中学校はどちらも阿タワにある。伝説時代には、神武天皇が、二式とべを打つために、阿タワに神を構えたと伝えられ、その場所が阿タワ神社境内になっているとされる。旧石器時代の遺跡が、平見、日和山で、縄文時代の遺跡が、生寺萩内で、弥生時代の遺跡が、生寺上地で発見されており、戦士時代から、人々が居住していたと考えられる。 貴族風土器によれば、元行元年の文書に、あたわの名があるという。室町時代の熊野早玉大社の古文書に、あたわ村として言及があり、あたわに課された、新宮の新約が抑留されたと記されている。また、長六年間頃の文書に、あたわの文字が認められる。安土桃山時代には、新宮城主の堀内氏が、熊野有馬氏を攻めた際に、 有馬孫三郎が頭に城を築き応戦したという苦伝があり、その古戦場跡とされる場所が残る。江戸時代には、木の国室郡有馬組に属し、アタア村として、紀州藩の配下にあった。あと、玄奈5年より、新宮城主の水野氏の所領となり、慶応4年より、新宮藩領となった。村高は、 慶調項目録では795国余り、天保号町では1047国余り、急行給料取調べ町では1139国余りと時代を減るごとに増加した。江戸時代を通して火災と水害が多く、前者に関しては、海江5年に21個、海江6年に60個、安政5年に13個を消失している。硬化四年、鈴木栄自衛門が史塾を解説。 続いて、安政6年に、王の志郎兵衛が私塾を開くなど、私塾の開設が相次いだ。幕末より、治水工事が着手され、1869年にい佐さ,さ、貯水池が1873年に、寺谷貯水池が完成した。三浜町役場道の駅パーク7あり三浜明治4年11月22日、あたは村は、渡来県の管轄下となり、 1876年には三重県になった。所属軍は1879年の室軍解体により南室軍となった。明治維新により1873年にあたわ学校が開校。翌1874年にあたわ郵便取扱所が開局した。1887年、熊野街道の改良工事が行われ、卸川にあたわ橋が加強された。 1889年、町村制の施行により隣接する柿原村、引き作り村と合併し、あたわ村の一応技となり、役場があたわに設置された。翌1890年には、あたわからイルカ村に至る戸塚川道路が開通した。1933年、あたわ村が調整施行によりあたわ町となった。1940年に、規制再選の開通に伴い、 あたわ駅が開業した。1948年にあたわ町が主導して国民健康保険組合による南室民生病院が開院した。1958年あたわ町は周辺の二村と合併し三浜町となり役場は引き続きあたわに置かれた。1962年4月1日、三重県立機南高等学校が設置された。 1988年、第3セクターにより、パーク7割三浜が開業し、後に、道の駅となった。総数、個数、または、世帯数、人口、機関産業は農業である。三浜町は、年中みかんの取れる町を標榜しており、あたわでも、みかん栽培が盛んである。あたわでは1974年に、名古屋市場で高値をつけていたハウスみかんの栽培を、 開始し、1975年には、国営パイロット事業により、総面積90ヘクタールのみかん団地、あたは団地の造成が始まった。しかし、1978年のみかん減産の国策により、設備投資の貸し付けが得られなくなったため、ハウスみかん農家の増加は止まった。ハウスみかんは、セミノールマーコットなどの品種を生産し、6月から9月に出荷する。 1983年の三浜町のハウス、みかん出荷量は約180トン、出荷先は三重県内が6割で、残りは名古屋市場と長野県へ2割ずつ出荷した。みかん団地では甘らず、サマーフレッシュイオカンネーブルオレンジなどを生産する。あたわに限らず、三重県気南地方では、みかんは地域経済を支える重要な生産品である。 七里三浜漁業もわずかではあるが行われ、王式網漁業が創業している。1901年には、あたわ漁業組合が結成された。2013年の漁業センサスによると、あたわの漁業経営体数は14経営体である。あたわ沖で創業する、あた和弘ひ期漁業生産組合は、三浜町内に漁港がないために隣接する気宝町の宇土の港に水揚げしている。 同組合は低地網漁業を行い、時折、ホウジロザメがかかることがあるという。近代には、捕鯨も行っていた。アタワの捕鯨は1875年頃に始まり、1883年には、捕鯨会社が設立された。捕鯨会社では、年間8から9頭のクジラを捕獲していたが、大正時代の末に不良となり廃業した。三重交通のアタワタバス停の付近に、 捕鯨基地の跡がある。あたわ東岸を国道42号特性本線が並行して通っている。あたわ駅三浜町中央公民館。ありがとうございます。